さあ行きましょう。よし、さくらんぼ組でいくぞ。じゃああれだね、俺ってバレちゃうから、サボタージュしてすぎると。ちょっとサボタージュあんまりしない方向の立ち回りで今回やってみたいと思います。6、7、8、9、10、 OK。 いいな、殺される心配がないっていうのすげえ楽だな。3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 あざっす、ナイス、ボン、ボンボンボン、ボン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 、早い今の、ボンボン、ボンボンボン、ボン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 、ボン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 、オッケー。このもんかな。よし、バチコイ白アピールして。多いな、アドミン、アドミン多。オイルさん、タイタイさん、オイルさん、キヨキヨさんが一人で行動してる。この4人固まってるから倒せないとやばいな。誰もメッドベイ来ん。誰もメッドベイもあれも来ない。よし、じゃあこれだ。あ、よし、タイタイさんやるチャンスだ。ワン、どね、なるほどね。おお、なるほど。はい、なるほど。最後ビッグスライド来ましたねと。うん、はい、フィックスライトが起きる前の動きを皆さんお伺いしたいです。時間がないので、先生時間がないので、1人6秒、左上から右、左下っていきましょう。あ、どうぞさんから。あの、僕はエレクトリカルでタスクしてたんで、そのまま僕が解除しました。すぐ解除したと思います。なるほど、なるほど。千早さんは？監視カメラで見てました。点滅してるのが見えてたと思います。はい、見えてました。僕も千早さんかなと思ってました、アドミンで。なるほど、なるほど、なるほど。ボンさんは？右下の方から、はい、ずっと回ってストレージからエレクトリカ行きました。なるほど、なるほど。それ証明する。ボンディちゃんと一緒にいたよね。ボンディさんと一緒にいた。ストレージで僕、はい、ボンさんと会ってフィックスライトが来て、そのエレクトリカに行きました。なるほど、なるほど。多分めちゃってます。オラフ先生は？僕アドミンストレージエレクトリカルで、ボンさんとストレージで会いました。でそのままエレクトリカル行きました。はい、で面も結構一緒にいたんで、それは証明できると思います。ああ途中まで結構ちょこちょこ一緒でした。ボンディ先生で言うと、アドミンで2つタスクをこなして、あの見てるときに多分暗くなったなと思います。うん、なるほど、なるほど。ですね、キヨキヨアドミン見てたんですけども、暗くなった瞬間に、あのリアクター解除のところで1動かない人がいたので、あ、もう左側にいる人だなって思っちゃいましたね。以上です。え、でタイタイどこにいたんですか？あ、確かにタイタイ、あ、タイタイはリアクターでちゃんと死んでました。あ、なるほど、はい、ちゃんと死んでました。ちゃんと幼馴染をそんな。ごめんなさい。だから千早さんとドズルさんがちょっとこう怪しげなのかなっていう。なるほど。僕アドミンでキヨキヨさんと一緒にいて、その後エレクトリカルで解除してるんで、僕時間的に無理じゃないですか。いや、これ千早さんだと思うんだ。千早さん多分明るさ解除、解除されてたら多分上に行ってたと思うんですよね。すれ違ったんですけど、うん、一旦これスキップか。一旦お、まあ、千早、キヨキヨ視点千早さんが結論ちょっと怪しいっていう感じです。ありがとうございます。了解です。五分に、五分、五分。これは俺釣られちゃう流れだから、ドズルさん生贄に刺されるぞ。デサイシブストライクぶちかますわ。よし、もうバレた、もう完全にバレたから、ガメテリア止めて。ガメテリア止めて、リアクター行こう。ドズルさんやるしかない、これは。
これはもうお決まりの俺の中でドズルさんやるぞ。確定演出入りました。これはダメだ。ドズルさんどこや、ドズルさん。いやはい、見ました、見ましたね。はい、はい、千早さんがやってるのを普通に見ました。ローラーしてもらっても大丈夫です。まず重なってたのが誰かを明らかにしたいかなと思います。僕と、オンリーちゃんと、はい、メッと千早さんですね。多分あそこにリアクターのセキュリティの間ですよね。僕がレポートしました。はい、はい、消されてるのを見て、はい、ごちゃキルが起きて、うん、そうですね。僕の姿と千早さんが死体の横に移動した風に見えたのって、先ほどのこともあり、まあ、ちょっと千早さんが今割と僕は黒目に見えたなと。千早さん視点はどうですか？そう言われてしまうとメンさんに入れたくなりますがですよね。あ、どうですか皆さん。そしたら今サイコロあるんでウンプテンプでどっちに入れるかとか決めません？ウンプテンプでどうです？待ってください。こんな機能あるの？ありますよ、サイコロ。いや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 、フラッといてください、サイコロは。おりちゃん知ってんの？あ、はい、おりちゃん、おりちゃんでいいよ。いや、もう、その4人がいて、あの、1人だけピッと動いたのはわかんないですけど、誰だったかは一瞬なんだ、わかんなかった。あ、そう、僕も同じ。あ、なんか僕視点からすると、なんか千早さんとオンリーちゃんがちょっとピッて動いた感じがして、上に動いた感じがしたんですよね、アッパーエンジンの方に。まあ、とりあえず僕は千早さんに入れますけど、これはもうローラーで僕も釣っていただいても構いませんので。まあ確かに市民のためだと、まあそうなるから、まあ、一旦僕千早さんに入れます。まあ確かに千早さんな。一応あのボートされる前に言うと、あの、はい、先ほどのカズさんに釣られた件みたいに一回カフェテリア止めて、あのリアクター押すのはちょっとおかしくないかなって思うんですよね。あんだけ指摘されてここでもう一回やるかなっていうところは伝えておきます。なんで小原さんに入れます。はい、ご分を、ご分を。あれ、ボート入っ、あ、入ったか。あー、俺なのか。ご分を。自ら確定演出なんてしないよ、信じてよ。5分後、ふぅ、止めるもんね。ボンさんごめんね、頑張ってくれ、ごめんなさい。でもドズルさんだけはやったから、ドズルさんだけはやったから。あ、でもこれ止めなくていいのかな、流れ的にはローラーしてくれるかもしれないから、ちょっと止めるのやめようかな一回。あれ、俺押したんすけど、はい、え、違いましたっけ？あ、押した、押してました。はい、はい、はい、押してました。いや、押して、まあ、合ってる、合ってる、合ってるんですね。いや、まあ、そっか、はい、まあ、いや、だから、いや、だからみんな離れてっちゃったから、あ、僕押したけど、あれ、これもったいないのかなと思って。じゃ、誰か押してくれるのその間に。そっか、どうしようかなと思って、ナビゲーション普通に行きました。なるほど。まあ、キヨキヨ的には、まあ、まあ、さっきのローラーで言うと、オハラメンを釣るってなってるんですけど、まあ今の状況だと割と大原に押して欲しかった感はあったんですよね。確かにね。そう、しかもそう、ね、そういう話になったんで、だから何も考えずに右行きましたね。より釣っとくっていうのはすごいありだなっていう。はい、完全に僕のミスなので僕を釣ってください。まあ、ね、まあ、でもまあ一陣頭になるっちゃなるんで。いやいや、まあでも4位かな。そうなんだろうな、いや、これで、ね、もし、はい、チェーンさんが本当に違った場合ですよね。そうだった時にメンともう一人残っちゃうっていう可能性が残っちゃうんで、一陣道ですよね、どっちみち。でも多分メンちゃん、じゃあ僕、まあそう、目を釣れば、僕を釣れば多分一陣になると思う。目を残しちゃう、思いたいです、思いたいですさすがに。分かるから、じゃないと申し訳ないが戦わなすぎる。そう、うーん、ってなったら残りいい、このキョキョさん、ボンさん、僕、オンリーちゃん、中野に一人一陣道。そうね、そうね、うん、そういうことになりますよね。なります。いやー、でも、千早さんのドズルさん死んだのやだな、なんかもう辛い。何辛い？やっぱなんかその頭いい人たちじゃないですか、なんか。いや、俺って言ったら先生いるじゃない。先生、正解先生。じゃあ、まあこれはまあ一旦正解出してくださいよ。言っとくしかないですよね。はい、これはもう、まあ、ローラーで自害いたします。はい、わかりました。
結構僕タスク残ってるんですよね。皆さんはどうですか？自分も残ってます結構。SQ はぼっちって感じですか？五分を。五分。皆さん本日も日柄よく、それでは旅に行ってまいりますと。よーし、タオやるぞー。俺よ、行かせねえよー。行かせねえよー。リアクターだよ。よしよしよし。まずこれで30秒は稼げるでしょう。さあ、どっちで行くかな。まだ、そうだよね、タスク余裕あるから、ボンさんどっちがいいかな。どっち、ボンさんどっちなの。酸素で勝ちたい、それともキルで勝ちたい。どっち。カフェで止めて、アッパー止めて、頑張れ。まだいい、ゆっくりでいいと思う。いったー。ボンさんいった。うまい、これうまい、これうまい。見えた、見えました、いや、自分視線から言ったらもちろんキヨキヨさんかボンさんなんですけど、全くわかんないですね。これうますぎて笑ったでしょ、これ。ちょっと待って、これどうすりゃいいの、どうすりゃいいの、うんぷてんぷ、うんぷてんぷ、これ笑ったっすね。どうすりゃいいのこれ。いや、マジで笑ってもう、ちなみに、重なり具合を、重なり具合と、キヨキヨ一番下、その、次に、オラフさん、で、その上にボンさん、一番奥にオンリーさんがいました。はい。だから、つまり死体の、真上にはボンさんがいたので、あの状況でぶっちゅんすると、そこわかんない、ボンさんなんじゃないかなと思いますけどね。ああ、もうだからその情報しかないです。2人の目の前にボンさんがいたっていうのはありました。いや、みんないたでしょ。いや、ただボンさんの後ろにオンリーさんでした。だって今のさ、全然見えなかったのに本当にわかんない。なんでそんな、キヨキヨさんわかってないですよね。そう、キヨキヨさん見えなかった。僕はあのもうレポートが来た瞬間に、あれなんでって思って、まあ、一応ボタンを押して、あの、まあ、死体の上にはボンさんがいたっていう。いや、オンリーさん隠れてたっちゃ隠れてました。そう、みんな俺上にいたって俺には見えた。いや、なんかそうね。いや、これ、これちょっとやだな。いや、これ残り40秒超大事。ちょっと待って、大事。その情報は結構確かで、まず遡ると、そんななかったかな。ちょっとオンリーさん、いや、俺、なんかそうやって、なんかわかんないけど、ボンさん、スキップでもいい、スキップでも勝てる。すげえ喋り出した競技家さん、怪しいなって。いや、だって僕押したんですよ。で、誰が死体の、いや、僕、全然わかんなかった、そのあれが、出てきたのが。あ、なんか、競技家さんが、なんか、そうやって、なんか、言い出したのが怪しいかって、全然わかんなかった。もうこれ、いや、感じないですか、もう。5分。悔しい。あ、でもなんか結構正解なんだあれ。まあ、やっぱ真上に重なりちゃうじゃん。いや、あの状況、千早さんが作ってくれたんすよ。あ、そういうことっすか。いやー、なるほど。そう、チェリーボーイズ、チェリーボーイズの勝利や。チェリーボーイズだ。チェリーボーイズにやられた。チェリーボーイズ。いやー、4対1であれ、あれありなのか。そっか、うまっ。チャイさんやばいっすね、チャイさん。やばいよ。いや、ボスありがとうございました。いや、恐ろしいな、チャイさん。僕、ちなみにボスさんの1声目で当てましたよ。あの、ボンさんが今の4人になった、3人になったタイミングのボンさんの声で絶対ボンさんだって最初に言ってました。絶対ボンさんだと。いやられたな。いやでもあの重なりって結構信憑性あるんですね。あの状況とかだったら重なり具合もピタッと重なってってことですよね。そうっすね。うわー、なるほどな。いやー、素晴らしい。よかった。